今まで食べたパンの枚数覚えてますか？どうも、サゴマンです。はい、これを撮影している現在ですね、10月の30日日曜日なんですけども、イチローセレクションがね残り2日ぐらいなんですが、実は私イチローセレクションの称号まだ一切一人も挑戦すらしてません。で、この残り時間で全部つけ切らなきゃいけない、まあこれがね俺の使命ってことでね。で、今回の動画はイチローセレクション必要選手に残されたわずかな期間で理想の称号をすべてつけ切るでございます。はい。で、称号つけるにあたってね、何がハードルかってね、まあ経験値等倍だったのもそうなんですけど、まあとにかくね、このガチャね A が出ないんですよ。なんなら S よりね狙いの A の方が出ないんですよね、もう。ただね、すべての必要選手が、まあ、過去にね排出済みの選手ばっかなんで、まあ、過去シリーズの A がねぼちぼち、プレボン残ってたんで、まあ、それを使って称号もしていくんですけども、まあもうね足んなきゃ追いガチャで無理やりひねり出していく、もう超基地企画になってます。はい。で、まずはねちょっと必要選手とその称号を、まあ、解説しようかなと思うんですけど、まあまず金田さんですね。まあ、金田さんも完全にあの死者だけ、死者しかやりようないんですけど、まあ死者、まあ、セリゴーダで確実にこれ必要ですし、死者ですね。はい。で、掛布さん、まあもう掛布さんはまあこれもうデフォルトどっちなんで、まあ、死者になっちゃうんですけど、まあこれもセリゴーダに 100% 必要なので、はい、まあ、死者つけますよと。で、王さんももうこれ同値になりようがないので、もうこれも死者しかないんですが、これもまたセリゴーダには絶対に必要なピースなんで、絶対につけきなければなりませんと。で、野茂健さん、これもまあ、ショートで使うんですけども、まあ、これね、なんとも言えないですけど、飛ばし屋で妥協する点もなくはないんですけど、まあ、理想はやっぱり死者ですね。死者の数を減らさないでいくんであれば、もうこれは死者を、はい、つけるしかないという感じですね。まあ、全動値は別にいらないですけど、まあ、何にしても死者を狙います。で、ロッテ、ヒルマン選手ですね。これはパリゴーダーで必要なのは、ちょっとね、QEA が必要になるか、死者が必要になるか、どっちか分かんないっていう部分があって、これもうちょっと2体持ちせざるを得ないので、2体持ち。はい。うなる剛腕と、死者の、2体持ちをします。はい。で、ソフトバンク、ジョージマスさん。これはパリゴーダーのキャッチャー。まあ、12球団のキャッチャーとしてもね、あの、4200出るまではもう鉄板なんですけど、デフォルトどっちなんでも、これもやっぱり死者、一択ですね。はい。で、張本さん。これは、まあ、今現段階ではパリゴーダーのね、DH 枠で絶対かなというところがあって、これもまあ、どっちになりようがないので、これも死者になっちゃってますね。まあ、ほとんど死者なんですよね。で、まずは金田さんから行きましょう。はい。で、A ランクマックスが4体あるんですけど、これ以外にちょっと S もね1体あるんで、この4体で決まらなかった場合は S を、はい、引っ張り出してきて、で、この5体で決まらなかったら追いガチャ突入確定と、なります。いやー、これ追いガチャでさ、金田さんだけ狙うのめっちゃきついのよ。てか極主あんまねえな俺。いやー、お願い、ちょっとこれだけ早く決まってほしい。金田さんが一番ねやばい。ちょっとね、枚数的にこれ本当に一番やばい。おしこしさん、わっはっは、5枚しか、いや、一番きつかったな、一番きつかったの、これ一番、本当に助かる。はい、お次はね、掛布さんですね。掛布さんが、まあ、A ランクマックスが、5体と、A ランクのレベル1がですね、5体で、合わせて10体と、S が2体なんで、12回、チャレンジができますと。で、このレベルマックスを使い切ったら A ランク特訓しますけど、狙いは先ほど回した通り死者ということですね。いやー、掛布さんもパシッと決まってくんねえかな。いやー、そんな虫のいい話もないけどさ、いやー、でも11枚あるからね、まあ、12枚か。12枚だからでも早く決まってほしいな。うわ、星4。まあ、出たよ、同地から同地ね。だなるべく早めに決まってもらうしかない、極秘書のために。決まれ、在庫より。うお、また星4かよ、ふざけんな。頼むから星4コンプとかやめろよ。ほんとフラグじゃないからね。ほんとやめてね。星3。まず星3。まず星3よ。まず星3。うざけんなよ。おい、あと2つでコンプすんぞ。あとアンダ製造機と大逆極めしもんでコンプするからな。やめろよ、マジで。マジでやめろよ。星3。うぜえ、おい、アンダ製造機でもうコンプだからな。本当にやめて。本当にやめて。星さん。なんとも言えよ。ただただなんとも言えよ。
絶対コンプする未来しか見えねえ。はい、早くも A ランク特訓タイムを経てですね、はい、レベル1のかけさんを特訓マックスにしてまいりましたよ。いやーお願い。そしてアンダー成績出ないで、もう、うん、今回はねちょっとアンダー成績出たからって言ったって、もう今まだ追いガチャできるからね。いやもうちょっと気が悪いとか言ってらんねえから頼む。おしおしさん、これくっそ。はい、かけさんまた特訓してまいりました。追いガチャも怖えし、極意志もなくなりも怖えし、頼む、お願い、本当に本当にお願い、星さんで。おし星さん、くっそ、タレが。あー、さあついに最新シリーズの A に手をかけてしまった。残りこれ入れて5枚か、まあ、ちなみにあの超人稲妻、スナイパーで、3コンプします、死者以外。そしてアンダー製造機で星4もコンプします。な、何気にかぶりが来てないか、だからどうしたって話なんだけど、称号かぶりが来てないような気がするな。だからどうした、頼む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 。よし、おしさん、来い。くそ、誰かよ、まったく、おい、おい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 、かぶりなしか、おい、国士無双一直線みたいな話になってたぞ。はい、特訓してきたけどね、嫌な予感がひしひし漂うよ。嫌な予感しかしないよ、俺は。おう、見てる人も嫌な予感しかしてないんじゃないか。おう、あと3つでもはやもうね、おう、国士無双というかもう九州九敗ですよ、もう。おう、麻雀わかんない人ごめんね。うん、星さん星さん、うわぁぁゲロですわ。超人稲妻で死者以外完全コンプです。嫌な予感しかしていません。そして残りは S2 枚です。大丈夫なんでしょうか、これは大丈夫なんでしょうか、これはホラーになってませんか。うーわ、おいしいよ。去年の掛布さんですかね、これはね、うん、去年の掛布さんの S いっぱい出してまいりました。いやもう S でつけるんだからさ、ついてよ、なんとなく気分的にさ、もう S でついたら頼む。よし、おっさん、うっせ。いやー頼む、もう本当に稲妻だけは来ないでくれ、ガチで頼む、ガチで。よし、おっさん、うっせ。超人もかぶる。追いガチャ確定だ。掛布さんのね、追いガチャはまあ、全部終わってから後回しでね、あの決まってない人と合わせて狙っていくんで、次王さんね。王さんも、王さんはねこれレベルマックス4枚と、レベルマックス4体だけで、あと S が1体あるだけなんで、金田さんと同じぐらいきついですね。うん、全然枚数がないです。まあ、最も決まってほしい人の一人ですね。死者です。はい。いやー、もう、あんな掛布さんであんなダメージ食ったらもうさ、つく気しないよね、ほんとに。全くつく気がしないよ、星さん。バランスいいね、バランス。あ、頼むよ、もう。えらい長い時間になってるよ、もう多分これ、この称号動画。えらい時間に星さん来た、うっせ。3回目、3回目、3回目。頼む、頼むよ。引くのきついんだ、これ。頼む。うわぁ、星王最悪だ。全然電光石火ってイメージやねえ、王さん。頼む。もういいよ。ほんとお願い。金田さん以外決まんないとか最悪やめて。お願い。うーわ、星音、死んだ。さあ、S ランク取り出してまいりました。最後の1枚です。もう、これ決まんなかったら追いガチャです。決まる気がしねえ、マジで。決まる気がしねえ。星さん、星さん、星さん、星さん。よし、星さん。怪力無双2回目。はい、追いガチャ。はい、追いガチャ。はい、はい、追いガチャ、追いガチャ。はい、野村健次郎さんですね。はい、もうちょっと、
赤毛さん王さんの追いガチャは後回しね、うん、でこれねよく見たらねノムケンさんが一番きつかったわ。4枚しかなかったA ランクが3枚と、S ランクが1枚、ですね。で、そのうちレベルマが2枚で、これが一番決まってほしいわ。金田大どころの騒ぎじゃなかった。これはね、ちょっと、これはちょっと決めきれない。ちょっと決めきれないことは避けたいから、もうちょっと何が何でも、ここが一番決まってほしい。うん。お願いします。お願いします。お願いします。これだけはもう他のやつ出なくてもいいからここだけお願い。よし星さん、くー、お願い。極石はそしてない。頼む、お願いします、お願いします、お願いします。もうさっさと決まってお願い。本当に、よし星さん、うせー、マジでうせー。さあ A ランク特訓してまいりました。よく見たらねあともう1枚 A あったんで、あとね2回とあと S ランク1回あるんで3回できますね。まあ3回しかできないですね。お願い、もう本当だ、もうマジでマジでここだけマジで、ここだけマジでしちゃ、ここだけ、うわ惜しい、死ぬ、お願いしますよ。もう何回来てないのよっしゃ。いやもう長いこと見てない。うぜうぜ。 S ランク取り出してまいりました。虎の子の S ランク、虎の子の S ランクでラストチャレンジ。追いガチャ3人目は勘弁してくれ。よし星さん、くっそったれが飛ばしやつらこね、ガチで飛ばしやつらこねえわ、なんじゃこりゃ。はい、今んとこですね、見事3人追いガチャコースですが、ヒルマン選手ですね、次は。まあ、先ほど言った通り、うなる剛腕オアッシャーですね。はい、2体持ちします。はい、で、1体できたら、もう1体の方、極めにしてすぐ行きます。はい。うなる剛腕オアッシャーはね、うん。うなる剛腕オアッシャーよ。星3でいいからね、星3でいいんだよ。星3で。星3でいいからね、星3で。うわ、星よ。何このゲーム。はい。2体目いくよ。はい、2体目。星さんだって言ってんだよ。星さんな。星さんだぞ。よし、星さん。おしょしょしょ。おしょ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 。まあまあまあな。2つ狙いがあれば片方ぐらい決まるんだよ。はい。もう1体の方ね。昼間今、極めにしたやつに、こっちは死者狙うよと。いや、なんか一発とかについてくんねえかな、ほんと。都合いいけど。ついてくんない、ほんと。もうここまでめちゃくちゃついてないよ。死者めちゃめちゃついてないよ。星よ。ガチで呪われてる。はい、A ランク得しまいました。ヒルマン結構ね、A ランクがね、結構昔のやつが結構あってね、S ランクも結構あったからね。まあ、数には余裕あるな。とりあえず、激書に余裕がないな。これちょっと一回、どうしようかな。まあいいや、一旦いっとこうか。さあ、頼む。さあ、飛車来い。お願い。星4。もう、全然出ね。はい、氷もせずね、特訓してまいりましたよ。極意書が少ない。頼む。もう、極意書のが先切れる。お願い。お願い。星3で。よし、星3。うわっせー、同じもん2つ来やがった。これは気分転換に S 持っていました。正直特訓するのめんどくさいもうないよ、極意書ないんだよ。お願いしますよ、本当に。コナミさん、もういじめないでください。おしこしさん、まるまるのまるまる、うぜえ。はい、またもやちょっと面倒くさくて S 持ってしちゃいました。いやー、もういくら枚数あるったってもう足んねえよ、こんなに決まんなかったら。もうお願い、ほんとお願い、ほんとにお願い、もうほんとに、もう謝るから許して。よし星さん、うっせ、うっせ、まるまるのまるまる2連続
はい、極意書もないんでね、稼ぎがてらちょっとレベルマックスしてきましたよ。もうマジでお願い、マジでマジでマジでもう何回目か分かんない、ほんとお願い。おし、星さん、いらねえ、ここで一番いらねえ時に来る。もうあの A ランクレベル上げんのがね、ちょっともう、A ランクレベル上げんのもきついし、あの特訓レベル上げんのもきついからね、ストップ経験に使っちゃった。ついにもう撮影時間も長いしさ、行くよ、もういい加減決まってくれ、もう頼む、もう頼むよ、本当に頼む。うーわ、星4殺されるゲロ出る。はい、もう一丁ストック経験値放り込んでまいりました。もう本当お願い、もういいじゃん、飛車ついたって、本当にね、お願い、本当にもついて、本当にもついて、本当にもついて、星4やめて。おし、星3、うー、まるまるのまるまる帰ってきやがった、うせぇ、3度目のまるまるのまるまる。はい、最新型の、はい、最新型というか今回ガチャの A のヒルマン特訓してまいりました。もうストック経験値もちょっと心もとなくなってきたんで、いやー、もうもういいじゃん、もう A ランク特訓してんだよ、最新型お願いしますよ本当にお願い、もうあとね、見たら4枚しかなかった、これ頼む。よし、星さん、嘘だろー、きちいよ、マジで残り3枚です、これ。はい、3枚、ヒルマンめっちゃあったのにさ、これ3枚だよ、残り。あー、これ3枚つかなかったら追いガチャですよ、絶対2体持ちとはいいです、絶対つくと思ったんだけどな、俺頼む。よし、星さん、嘘だろ、4回目のこりゃ呪われてる、これは呪われてる、つく気がしね。はい、ラスト2よ、もうこれ決まんなかったら追いガチャだよ、もうやだ、もうやだよ、もう3人追いガチャ決まってんのに、お願い。うーわ、欲しいよ、もう全然つく気しね。はい、ラスト1トップしてきましたよ、やめて、もう追いガチャ行きたくないから、マジでやめて、本当にお願い、マジでマジでついてくれ、頼む頼む。星さん、よし、星さん来い、うわー、来たー、ラス1で来た、やったー、嬉しい、マジで嬉しい、マジで嬉しい、マジで嬉しいよ、マジで嬉しい、やった、追いガチャ逃れた、ギリギリセーフ。はい、城島さんです。はい、もういやー、きついきつい。城島さんはね、結構枚数あるんですよね、10枚ちょっとぐらいありますね、これは。ただ極意書が限られてるんで、早めに決まってほしい、お願いします、城島さん、早めでお願いします、早めで。うーお、星4、イチローセレクションの称号過去一番食らってるわ、2回目、過去一番沼ってるわ、マジでこんなきついガチャの時に。おし、星3、うっせえ稲妻、いやもう称号外さなきゃいけなくなるからな、変なのついてると。それが嫌なんだよね、お願い、もうついてついて、早めにお願いします。よし、星さん、よし、やったー、もうとんでもねえよ、このゲームマジでよ。はい、ハリさんですね、ハリさんも死者ですよ。ハリさんは結構ね、あのダルビッシュさんのセレクションの時の張本さん結構あって、A ランクは10枚ちょっとあったんだよね。まあまあ比較的余裕はあるんだけど、まあ例によって極意書がないと。ということで、お願い、決まってください、本当にお願い、
本当にお願い、本当にお願い、本当に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 星さん、本当に星四回打撃極めてるっぽいけどな。お願いします、お願いします、お願いします、お願いお願いお願い、お願い、星さん稲妻いられん。ガチで消えろよ稲妻、この世から。星さんついてる、とりあえず、とりあえず星さんついてるよ、とりあえず星さんついてる。なんだなんだ、のロードは星さん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 、よし星さん、うっせー、二大巨頭が来やがった。稲妻超人二大巨頭来やがった。有本さん、有本さん、鉄入れましょう。よし星さん、くっ、稲妻に勝つだわ。稲妻超人しか来てねえぞマジで、コナミふざけんなマジで。てか稲妻超人なくせ、頼む頼む頼む、星さん、うーわ、星4終わった。6回目だよ、もう A ランクとっくに嫌だから、お願い、もうここで決まって、本当にここで決まってよ、もう本当に頼む。うーわ、星4、はい、7回目 A ランク特訓してまいりました。極意書ねー、お願い、もういいよ、本当にいいよ、もうあれさ、カツ入れちゃってください。うー、はい、極意書なくなったんでね、まだちょいと育てながら極意書稼いでマックスにしてまいりました。一体、はい、もうお願いだよ、もう超人とか稲妻とかもうマジでやめて、もう超人と稲妻マジで見たくない、もう本当に見たくないからね。フラグじゃないよ、フリじゃないよ、フリじゃないよ、本当に見たくないからね、本当に。星さんで、おし、星さん、うっそなんとなく、なんとなくミート S1。 はい、コインもちょっとね、心もとないんで、もう300万しかないんだよね、コイン。うん、ちょっとストック経験値で、はい、マックスにしてまいりました、有本さん。もう何回目だっけ、忘れちまったよ。巨人の張本さんもつきそうだよ、いっぱいあったのに、いっぱいあったような気がするけど、頼む、星さんで、星さんでお願い、よし、星さん、うわー、きたーっしゃー、やったー、追いガチャ逃れたー、よかったー、よかったー、ほんとよかった、嬉しい、マジで嬉しい、マジで嬉しい。いやいや、2280連いってんだけど。王さん、王さん、マジ出ねえな、これ。もう頼む、最後だ、最後だ、ラストだよ。全国2000万人の秋山ファンの皆さん、申し訳ございません。できれば5人揃えたかった。